ススキとは、イネカススキ属の植物。おばなども、いい秋の七草の一つ。またカヤと呼ばれる、有用植物の主要な一種。野原に生息し、ごく普通に見られる、多年生草本である。高さは1から2メートル。地下には、短いがしっかりした地下茎がある。そこから、多数の家系を建てる。葉は細長く根質、根室用と。 缶からの葉が多数つく。また、計算を多く含むため硬く、縁は鋭い針状になっているため、皮膚が傷つくことがある。夏から秋にかけて、茎の先端に長さ20から30センチメートル程度の十数本に分かれた花水をつける。花水は赤っぽい色をしているが、種子には白い毛が生えて、保全体が白っぽくなる。種子は風によって飛ぶことができる。 火水はオギに似ているが、日本には全国に分布し、日当たりの良い山野に生息している。火力性で、地上。その形ゆえに、たまに砂糖キビと勘違いする観光客がいる。国外では、朝鮮半島、中国、台湾に分布するほか、北米では、侵略的外来種として、猛威を振るっている。植物繊維の上から見れば、ススキ草原は、 草原としてはほぼ最後の段階にあたる。ススキは株が大きくなるには時間がかかるので、初期の草原では姿が見られないが、次第に背が高くなり、全体を覆うようになる。ススキ草原を放置すれば、赤松などの先駆者的な樹木が侵入して、次第に森林へと変化していく。工術のカヤバの場合、 草刈りや火入れを定期的に行うことで、すすき草原の状態を維持していたものである。本州南部以南の海岸線には、葉の幅が広く、ざらつきの少ないものがあり、これを八丈すすきという。変種とみなす立場もある。同族の別種もいくつかある。やや華奢な植物で、株を作らず水辺に生え、綿毛が純白で穂先にのぎのないのものに、おぎがある。 ススキよりさらに大きく、堤防などに大きな株を作るものに、時はススキがある。他にもカリヤス、カリヤスモドキなど数種が知られるが、多くない。ススキは、イネ科の代表の一つとみなされているから、ススキの名を持つ植物は多く、例えばイカのようなものはさほどススキに似ておらず、分類上も近くはないがその名を持っている。かつては、カヤと呼ばれ、 農家でかやぶき屋根の材料に用いたり、家畜の餌として利用することが多かった。そのため集落の近くに定期的に借り入れをするススキ草原があり、これをかやばと呼んでいた。現在ではそのような利用がされないので、その多くは繊維が進んで雑木林となっている。そのため、ススキ草原に生育していた植物にはかつて普通種であったが、現在は 希少になっているものがある。また、カヤネズミなども同様に見かけにくくなっている。また、未成熟の方を食用とする地域もある。東京、雑誌ヶ谷岸も神では、ススキの方をミミズクの姿に作ったススキミミズクが有名。ススキ闘技の後輩雑誌とされる三倍体ススキなどは、バイオマス作物として注目されている。オバナクリゲの馬、ありがとうございます。